稼いで、あ、まあ、これやばくない？もう向かってもいいんじゃないか？されなそう。いや、どこにいる？もう梅健さん、梅健さん、梅健さんどこにいる？ね、親父の小言と日本酒は後から聞いてくるからね。クルメイト。ワタミやったっけ？ウオタミか。あれ？どっかのトイレに入ってたんですか？パチコン。ああ、無理だった。ナイス。ナイス。ナイス。ちょっとちょっと。始まってたんですけど。お手洗い行ってました今。ああれ？なんかね、2人トイレ行った気がするなと思って。いや、問題ないです。まあまあ、じゃあ、つっときますね、はい。ありがとうございます。お帰り。ありがとうございます。うん。嬉しい。マットだ、マット。うん。確定、嬉しい。もう一回メインで分けたいな。おお、遠いな。絶対うわー、ボタン押さないで、ボタン押さないでー。おー、ナイス、ナイスボタン、ナイスナイス。ハイブリさん、はい、え、なんかハイブリさん今アーカイブからラウンジ行って、うん、アーカイブからラウンジすぐ行って、ラウンジのトイレ全部開けてトイレタスクだけ行って、またアーカイブ戻りました。うん、そんなトイレ行きたかったんですか？いや別にそんなに変な動きじゃないけどな。タスク、トイレタスクしかなかったから、はい、あ、右側に、うん、右側もなんかあとは配線が湧くかぐらいしかないよ俺は。アーカイブからトイレタスクやってアーカイブに戻ってきたのが変っていう話ってことですね。そう、アーカイブシャワーとかのタスクがあるんだったらトイレよりもそっち優先するかなって思って。いや、でも右側に、いや、右側にトイレしかなかったら僕はトイレ優先します。そう、だから多分ハイブリさんがこれ以降右側にいたら怪しいかなって。あ、だから配線が湧いたら行くで。ダメ、なんでやん。めちゃくちゃなタスク精査すんな。いやー、申し訳ない。はい、ミーティングのボタンの上です。ごめんなさい、奥まで見ればよかった。アルブリしろ。はい、慎太郎くんしろ。同じく僕目線のトータスさんも無理。アルブリ、慎太郎、トータス、うん、僕も後ろになりませんか、トータスさん。え、見てない。アーカイブがインボードしてるのを通り過ぎてみました。あー、それは白いな。ガンキです。ガンキです。アップロードでーす。どっちアップロード？セキュデース。ああ、僕展望アップロードです。ダウンロードアップロード配線です。してます。これみんな知ってる。ああ、じゃあシューさん厳しいです、ね。プテさんはビデオテープタスクやってアップロード？ビデオテープタスクやってない。え、何やったんだじゃあ。エレキからホミサボ直したのって誰？マイカ。アシューさん。アシューです。アシューさん。シューさん無理そう。あ、ごめん、ちょっと待って。最終位置は通路です。セキュキッチンの通路です。え、僕とエレキですれ違った後何やりました？エレキですれ違った後はカメラを回して、あ、カメラ回したのか。あ、そう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 。じゃあそんなに違和感です。アップロードだけだったらめっちゃ短いと思ったって感じです。富士宮キッチンです。タケネロフジプテ。うん。まあ、僕は展望からほぼ出てなくて、多分慎太郎さんとしか会ってないかな。あ、そうですね、初動の方にキッチン石管ぐらいであったっけ。うん、じゃあ僕は金庫出社でミーティング乗ってるんで、金庫のベンター不可能かな。あ、ドア閉まってたってことですか。うん、うん、確か。ほら、梅計算目線ってほぼミーティングの奥に犯人がいるんだよね、多分。そうなんだよね、ごめんね。
あ、じゃあ藤見はさ、ドア状況言える、うん、キッチン展望は開いてて、今俺がねキッチン武器庫を開けようとして開けたかどうかがね、ちょっと開けきったか開けれてないかが覚えてないんだよね。ただキッチン展望は確実に開いてるのは覚えてる。まあそうだ、そこしか開いてないはず逆、うん、俺が入るときに全部閉まって俺が開けていってるから、他に入ってきた人がいなければ、うん、そこは閉まってるはず。え、ちなみにアルマって僕にしろ出るの？いやー出ないけど、僕がエレキにいるのを分かった状態じゃないですか、プテさんってインポスターだった場合、うんうん、そこを通過していかないといけないから、まあ、若干しにくそうだなっていうのはあります。僕がインポスターだったらそこ通りたくないから。でもキッチン側には人がいるらしいから。難しそうじゃない？うん、まあむずそうだなとは思います、うん、挟まれてる状況かなと思う、うん、ふうまあただ7、右行ってたからな。はい、アンラー金太郎くんリアクターで死んでます。ああシャワーから来るメケンさんと今一応すれ違ってるけど、どうだろうな、直近ですよね。うん、多分キルクールがそんなに立ってない気がする、うん、金太郎はタオルタスクから多分向かってるはず、うん、藤宮かアーカイブに残して僕はシャワー降りてます、うん、ああじゃあメケンさんしろか。藤宮慎太郎で、シャワーでタオルタスクやってて、慎太郎が先抜けてこれだから、まあ5秒以内だと思う。うん、じゃあ梅木さんばり。タロシンの位置はどこなん？各上の方、その右の。あ、ごめん、あの停電中なんで入って光ってちょっと階段を降りたぐらいで、はしごじゃないで階段のところちょっと進んだぐらいで。ルーンは右にあった。そうじゃないネロちゃん。うん。鬼木も多分厳しい、うん。ドアが閉まってたから。うん、そうそうそう。ルーンは初手で僕が右に動かしてます。うん、はいはい、今のターン、まあ、自分浮いてて最終コックピットです。ネロ足は無理です、お互い。うん、梅あるも無理です。うん、でハイブリがセキュリティなんですけど、アルマ君とエレキで また続けやってたから、あ、うん、大丈夫です。ハイブリさんには僕から白が打ってます。あのエレキから左に行くのを置いてって僕がメインに上がってるんで大丈夫です、うん。と藤宮視点だと5秒以内なんで、まあトータスさんのセルフよりはメインからの昇降機右イベントが濃厚かなと思ってます。でも上にあったんですよね、多分下行って上はしごより上。いや、ただシャワーは俺とか梅健さんが塞いでて、トータスさんが、アーカイブ右から入ってるってことよね。うん、うん、そう、うん、俺ダウンロードして、あの、まあ、浮いてるのって誰だ、タケン、タケネロアシプテって、プテさんがコクピットか。で、プテさんってさ、どういう単脇です？キッチン単脇、展望キッチン武器コクピットです。一応武器庫とエンジン左側の扉は閉まってたんで。あ、エンジン左は行ってないですね。ベントが使える人物を洗ってほしい。基本その人と俺の対抗でいいかなって思ってます。まあいっぱいいるんじゃない、浮いてる人がいっぱいいるから、うん。あ、ネロちゃんと誰がシュートリやってるんでしょ、アシュウさん。アシュウさんか。で、うん、竹無理かなっていう。あ、じゃあもう、藤見の対抗、チゲしかいないんじゃない、うん、ベントだったら。あ、そうなん。まあ、初手も容疑者だったもんね。僕、初手結構厳しいって言われてるから、先に藤見やからつってほしいけど。うん、おぉミニオン。一応まあ、扉じゃない。でもめちゃくちゃ引っかかられたけど、え、ん、あ、大丈夫です。僕は藤宮にいました。表だけ洗っとこう、はい、スキップ僕です。あ、でも僕スキップ入れちゃいました。スキップ入れちゃった。まだちょっと早いかなと思ったんで、はい、スキップ藤宮です。スキップがアルマ、アルプテ梅
アルプス姫、はい、ハイブリは藤宮くん、藤宮くんはあとネロちゃんともう一人は出ないの、藤宮投票、藤宮投票、足湯、じゃあブリネロ足が藤宮か、うん、ああ残りで、レプテスの投票が俺とトータス桃藤竹、うん、レプテスの穴なんであのスキップしたんですか。いや、完全に詰まりきってはないんじゃないかと思ったから1回スキップ入れたけど、まあ確かにチゲスキップ意味わかんないな。うん、そうなんですよ、ね、プテフジはお互い入れ合えばいいと思っちゃうな。うん、でさんが言ったのあんまり状況今さような気がします。今俺メイン分けでさ1回直しに行こうとして、はいはい、そしたらプテがアーカイブから降りてきて寝てて直ったんですよ。いやいや、ボタンを押しに行こうと思ってたんで。でもまあボタンもうあのやってくるってこと。いやでもボタンは消費してたから、ああやっぱタスクしようと思ってタスクさ、ああということ。まあ俺目線はプテさん目線で詰まりきってないと思って藤間に投票しなかった場合ってラインを追ってるってことですか。普通に時間、いや時間が短かったからもう一議論挟みたかったなって思ったの。うん、もう一議論挟んでも結局この票の話しかしてなくない、うん、まあ、こんなに割れるんだったらまあもう釣り始めちゃった方がいいだろうね。一応そのラインだけ考えときたいんだけど、梅あるとネロアシ、うん、ネロアシブリタケかな。いや、ハイブリさんには僕から白が打ってる。ね、どっちかって言ったら梅あるハイブリの3人、ニキネロちゃんアシユの3人で白を取り合ってる感じだと思う。ただ俺から視点だと梅剣の白は出せないけどっていうくらい。うんうん、あの梅剣さんはどっちにしろ多分藤宮から白が出ると思う。あ、そうかそうか。じゃあ藤宮から視点でメインであれまた合ってんなら、うん、いやプテマットだった時に誰かできるかなっていうのが。トータスぐらいじゃない、うん、俺ぐらいじゃないかな、そんぐらいか。今回のでだいぶプテさんマット組が上がってきたけど、ああマジで、うん、俺追っかけられたからプテ切りに来てんだろうなと思ってたけど、うん、あ どっちからでも大丈夫ですよ、うん、なんでいいんじゃないですか、フジプテの。じゃあ俺プテに入れちゃおう。おお、うん、生まれるね。フジミヤ投票誰ですか。僕トータス入れてます。僕は票変えました。あ、梅君も変えました。うん、わお、マット。二体死んで、そうだね。え？うん、あの藤宮くんがゴリゴリに切ってたよ。まあ藤宮だよな。トータス梅剣が目の前で切ってるか、ここに陣外かな。トータス梅剣が目の前、もう同時キルしたってこと？え、俺の目の前にその2人がいて、トータスさんが切ってた。藤宮君はダブキル狙ってたかな、うん、ミーティングにいてて、ミーティングで俺の姿見た瞬間、奥に引っ込んでって、俺が今、昇降機右を直してて、右に一緒に竹尾、トータス、梅剣の、3人がいた状況。さっき藤宮君入れた。藤宮と昇降機右についた時ってどういう状況だった。俺がヌーン移動して、誰もいない状況。左は、あ、じゃあ実時点で藤宮陣外なんで投票します。さっき投票、うん、誰でしたっけ。 あ、僕です。僕ある梅桃は入れてますんで、一応チェッキ発し藤宮入れたって言ってたけど、ごめん、俺は票変えちゃってる。最初藤宮、次がプテ。シさん同じく。シさん1したい。これ1したい。いや1したい、1したい、1したい。あれ道連れ怒ってる。怒ってるよね。うん、そうだな。タイトル見て、そしたらクルー、あ、竹尾さんがいてるのかな。そしたらあん、これ誰がお土産、あ、じゃあ鬼木がお土産、誰が連れて帰ったのこれ。ブリハイブリさんか、ハイブリさんだ。あれハイブリさんか竹尾さん、どっちかが不思議な気に入れてるのか。いや、あの竹尾さんが切られてるからハイブリさんが連れて行かれてるよ。あ、そうだから、前日の不思議な票はそのうちのどっちか、どっちかってことですね、うんうんうん、申し訳ねえ。じゃあネロちゃん、シュウさんが怪しくなるって感じか。あれ怪しくなりました。いや、俺の感覚的に梅剣さんやったんじゃないかな。じゃ何かいや、今藤宮君のここはダブキルなんじゃない。あ、でも分からんな、それは。俺上にいたから藤宮君は今でも多分見えてないと思う、俺のこと、うん、あ、そこ怪しくなるんか。怪しくなります。僕猫、はい、ナイスファイト。暴れたね。いや、でも藤宮初手めっちゃ殺そうとしてたでしょ、僕のこと。あ、してたしてただよね、あれ。連打してた、連打してた。だってよく考えたら、なんであいつ金庫行ったのに今ここにいんだよと思って、やばと思って見えてたか。おお、そうそうそう、危なかったな、あれ。危なかった危なかった。間に合ってよかった。サントさん、はいはい、ちょっと僕頭痛いんで、これで。あら、休みましょう。マジで
声来ましたね。お大事にしてください。ありがとうございます。やばいねそれ。休みましょう休みましょう。うん。もういいんじゃないですか。あら。あれ。あら。米様直しました。今ドア開けてコミのとこに来ました。特に誰にも会ってないです。どこのドア開けました？エンジンコミュ館。エンジンコミュ館、あ、閉まって開けたはず。あ、まあまあ閉まってはいました。直すのどっちなんですか？あ、僕が直してます。うん、中まで入れてない。え、じゃあ武器庫上はどうなってました？見てない。エンジン OK です。うん、エンジン込みドア開けて終わりぐらい。今トータスさんってどこにいました？てか修さん、修メインで湧いて、エレキ、いやメインじゃない、貨物で湧いて下回りでエレキで作業してメイン上がって今メインエンジン間ぐらい。誰にも会ってない。タスクはどうですか？ちなみにあと1分。あ、俺はもうね終わってます。僕あと1個です。次で終わる。終わる。あ、みんな終わるんだったらタスクの方がいいから。でも1分あれば全然、うん、終われると思う。いやー、これわかんないな。トータさんってか、そうっすよね。うん、これネロちゃんだと思ってる。あれ、三票三票三票の時ってネロちゃん誰入れてましたっけ？俺は藤宮に入れてます。本当に？いや、あの時はね、うん、多分嘘つけないと思う。9人全域残ってる時に答え合わせして、うん、票がぶれてなかったから。あん時藤宮君入れてんのめっちゃいい評価。いや、そうだから結構え、でその後のターンで俺あのプテに死ぬほど追いかけられたせいで、俺プテインポスターなんかなと思ってプテに入れちゃったっすけど、結果マットだったんで、まあ、あれは俺が悪いっす。あん時藤宮君入れてんのか。じゃあ分からんくなってきた。あ、まあタスクでいきますか。うん、タスクでいいと思うけど。頑張ります。1分ありゃ間に合うはず。じゃあ死体はスルーぐらいの感覚かな。うわー、どう、あー、わかんないな。正直さっきのキル、藤宮が桃梅の前で切っても別に白くはなんないんだよな。どうします？するんだったら俺はもうトータスさん一本で終わるなら好き。どっちかっていうの。頑張ります、頑張ります。はい、じゃあタスクでいきましょう。ちなみにさっきリアクターね、ネロちゃんが直してくれてるんですね。左側。そう、左は俺が直してる。あら、右は俺と鬼木で直してて、うん、犯人いない説。え？何言ってんの？響いてるね。いや、耐えたね。これあるよ。投票が響いてるよ。響いてるよ。いや、あの調整すごい良かったな。うん、ね。絶妙だったわ。調整してたんやな。そうね。いやいや、もちろん狙ってないですけど、まあスキップしてたんだよね。自投票。僕スキップ。いや、うんうん、そう、スキップスキップスキップ。結構入りそうだったから。うん。うん、あれも。藤宮4票の時も僕ちゃんと入れてるからな、藤宮に。おお、攻められね。洗ってくれたら嬉しかったんだけど。うん、死んだ人が入れてたことになっちゃった。武器庫で一致したい。うん、お、もう一致上がってんだ。上がった。あるよー。うん、お、ネロちゃんが嫌いと。どっちがあれ？イービル？ネロちゃんじゃなくて俺がイービルな。ああ、なるほど。まあリアクターでいいと思うな。お。稼いで、あ、これやばくない？もう向かってもいいんじゃないか？されなそう。いや、どこにいる？もう梅健さん、梅健さん、梅健さんどこにいる？何やってんの？惜しい。惜しいやね。何やってんの？惜しい。惜しい。いや、ネロちゃんか。隠れたら見つかった。あいつ、貝が見つかってるやん。もうロングな人見つかったら終わりなんじゃない？ネロちゃんか。え、お前最後どういう状況だったの？え、最後なんか金庫の絵画のとこに。いや、そう、タスク終わったからもう。もう何があろうとも隠れとくしかないから、金庫の上行ったらさすがにポスター見らんやろと思ったら、むしろよく見つけたの。あ、じゃああれか、アドミンからってこと？そう、アドミン見て金庫にいたのは分かったんだけど、その
ね、怪しまれたら嫌だなと思って一応上から行ったらいたんだよな。ああそういうことか。なんかネロちゃん何休んでんだよと思って早く行けと思ったらそこの裏側にいたってことか。金塊裏に、そう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 、金塊裏っていうか海岸のとこにいたんだよね。海岸のとこいた。隠れてたんだよ。そうなった。